何でもあり、あまりにも無理があるファイナルフォームライド4戦。1つ目、ブレイドブレード。ブレイドのファイナルフォームライド。ブレイドが使用している武器、ブレイラウザーにブレイド自身が変形した姿。でかすぎる。めっちゃ重そう。同時期に放送していた真剣ジャー、真剣レッドの烈火大残党と交換したこともあります。2つ目、龍騎ドラグレッダー。龍騎のファイナルフォームライド。龍騎が契約モンスターであるドラグレッダーに変形します。さすがにそのままだと変形しきれないので、使用時は自動的に両肩にアーマーが出てきます。ファイナルアタックライドでは、龍騎がドラグレッダーと共に放つドラゴンライダーキックをディケイドが乗っ取ってしまうというディケイドドラグーンを放ちます。3つ目、電王モモタロス。電王のファイナルフォームライド。本来はデンライナーに変形するものでしたが、モモタロスが実体を失っていたためカードが変わり、まさかの変身前のイマジン状態になってしまいます。必殺技はディケイドライナーという名前ですが、モモタロスが空画ゴーラムのケツにデンガッシャーの先端を突き刺して振り回すとかいうわけのわからないとてもモモタロスらしい技になっています。4つ目、ゴールライダー。ムービー対戦2010という映画で登場した空画からコガまでのライダーを一斉にファイナルフォームライドするもの。劇中では綺麗に一列に並んで前習えでちょっとくすぐったいぞと言いながら一人一人が変形していくというなんともシュールな光景が流れ、みんなでたくさんの相手を倒していきました。